これドラマあるあるで、街で音楽が耳に入ってきた瞬間にこうその曲のこうビートを叩いちゃうんですよね。これがご飯食べてる時でも、頭の中で音楽が流れた瞬間にこうトン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 こうビートを刻んじゃうんですよ。これもドラマーの職業病で、これが原因でなんか彼女と別れた、世話しないからもうイライラするっつって彼女と別れたみたいな都市伝説もあったりなかったり でこれ普通のねポップスとかだといいんですよ。これが早いパッセージのビッグバンドジャズとかになったらもう大変で、その辺でもう突然もう超早い、もう両手とか使っちゃったりしてもこう、どうも皆さん、おはようございます。クーピーです。ということで今回はドラム音源の中で、すごく話題になっているモドドラムという音源が出てまして、それが結構今までの音源と違って物理モデリングをして、音を鳴らすタイプ、要はシンセがドラムの音を鳴らしてるみたいな感じですね。すごく人気の BFD とかスーペリアドラマー3とか、あとアディクティブドラムとか、ああいうのは基本的に生収録されたプレイバックサンプラーみたいな感じなんですけど、ないところから音を、作り出すみたいなタイプの音源で、いろいろ細かくいじれるみたいなんで、 IK マルチメディアの全部入り買ってたんですけど、全然使う機会がなくて、いろいろ調べたんですけど、 V ドラム、ここにもある V ドラムっていうね、このエレクトリックドラム、 V ドラムを使ってモドドラムを叩いてるっていう動画が見た感じほとんどなくて、モドドラム自体の使い方とか設定方法とかレビューはすごい数あるんですけど、ちょっとせっかくなんで V ドラムがあるので、試してみようかなと。で、全くほとんど使ったことがないので、手探りなんですけど、試しながらちょっと、ドラマーとして、モドドラムはどうなのかっていうのを実際使ってみて試してみたいかなと思います。じゃあ実際の画面ですね。モドドラムは、BFD とかスーペリアドラマーは V ドラムの、ローランドの V ドラムの、マッピングっていうのが最初から準備されていて、すぐ切り替えられるんですけど、でちょっと触っ、この動画撮る前にちょっと触ってみたところ、なんとモドドラムにもこの V ドラム、これここにあるのは TD50 っていう機種なんですけど、 TD50 用のマッピングが用意されていたので、ちょっとそれをね、マッピングでここですね、ここに TD50 っていうのも最初からあって、でここですね、スネアポジションコントロール、これが CC で、スネアの打点位置で音を変える、ディムの方に行くと、音が硬くなる、これがね最初から割り当てられてるんですね。反応も結構ちゃんとリムショットした時、リム絡めたアタックのある音になりますね。じゃあこれちょっとモデルとかを、やっぱり生ドラムソナー使ってる自分としては、もうソナーといえばブビンガかエボニーなんですよ。ブビンガちょっとカスタマイズしてみましょうか。ブビンガのスネアってね、こういう音じゃないんだよな。エディットエレメント、クリアね。
で、ソナーといえば、このね、シェルの切れ角が45度なんですよ、45度。ちょっと部屋割りがうるさいな。ミッドスタジオ。ブース？クラブ。これがいいか。で、僕は自分が一番好みのスネアが口径14インチの深さ5インチが好みなんですけど、ブビンガの14の5ってこんなカッチンカキンな音じゃないんですよね、本来。5半ぐらいにしてみますか。確かこのダンピングっていう、詳しい、元ドラム自体の詳しい、設定方法だったり使い方は、もうたくさんいっぱい YouTube に出てますので、そっちをね、参考にしてみてください。これ今完全にドラマー視点で、こいつはドラマーとして使えるのかっていう実験なんで、チューニングちょっと下げようかな。なんか音がすごい軽いな。スナッピー？ミディアム？ちゃんとね、ロールにもついてる。なんか軽いな。違うモデルにしようか、スネアを。なんかブビンガのスネアってこういう音じゃないんだよな。ブラックオイスター。じゃないな。あ、これラディックだ。ああ、確かにラディックっぽい。シェイプはいいとして、5インチでしょ。チューニングもうちょっと上げて。違うな。リファレンスってことはパールかな？パールでスタジオ。ストリーム、これタマか DW かな。おお。あ、止められないのか、これは。さすがにこの信号まではいかないんですね。V ドラムはね、V ドラム自体の音源。物理モデリング自体のドラム音源が多分ソフトウェア上で世界初みたいな感じなんですけど、モドドラムは。V ドラムはもともとそういう物理モデリングだった気がするんですよね。これね、シンバルギュッて掴むと音がね、チョークって言って止まってくれるんですよね、V ドラム本来。ディ・ジェントルメン？ジェントルメンなの、これ。すごいなんか、位相が嫌だな。何なんだろう、この部屋内のせいかな。
オーバーヘッドに入りすぎ、なんかすごいステレオすぎ、ステレオすぎるな、このスネア。やっぱブビンガかな、ブビンガ、ブビンガ。これで深さを6とかにしてみるか。で、ラージでしょ、もうちょっと、ん？テンションは緩めていくと、ちょっとあんまり違いがわからないな。僕実際の自分のスネアは結構はパツパツに張るタイプ、あのスナッピーがザーっていう感じが、ロールとか手数が多いと結構邪魔になるんで、ぐらいにすると確かにブビンガっぽい鳴りになってる気がする。クリア、僕ねヘッドはクリアなんですけど、コーテッド、あ、ちょっと丸くなる。止められないな。コーテッドいいかな。コーテッドにしてみよう。オーバーヘッドにもうちょっと減らして、プレイスタイルは、あ、ポジションコントロール、今、これ、確か、打ち込みだと、鍵盤での打ち込みとかだと、L と R、右手、左手を鍵盤が違って、こうばらけさせたりとかっていうことができるらしいんですけど、多分今これ V ドラムモードになってるんで、そこがコントロールできなくなってるんですね、多分ね。スティック、あのスティックはもう絶対木のチップがいいから、右左木のチップ、ルームがフラグ、フラグミックス、タムがでかすぎるかな。ミキサーで、あ、タム1、これも直感的で分かりやすくていいですよね。 2.5 デシぐらいちょっと下げる。タム先頭って何が怒られてるんだろう今。先頭ってこれが別にオンになってないね。で、マッピングで、あ、これね、今、タム2が鳴らないんですよ。これ結構簡単に割り当てられてて、NI のソフトシンセとか、よくある、ランボタンでね、今、タム2が反応してないから、ここで、ここの部分押すと、叩いてくださいよって。これで2、あれ1がなくなっちゃった。タム1、タム1がこれ、これ、はい、
キットで、なし。18のフローはいりません、ね。これ、ああ、OKOK。こうやって簡単に割り当てられます。あとキックね。キックいい音してるな。キックのシェイプはやっぱり45度。クリアね。これ打面側はコーテッ、いやコーテッドじゃないな、ピンストライプとかないんだね。でこっちはクリアしか選べませんと。キックは、あ、深さ24、あ結構深いね。これなんだ、これインチ、そんなでかいの？22インチの22スクエア、もうちょっと出ててもいいかな。ミキサーか、キックを音量もうちょっと上げて、イメージほど上げて、ちょっと低音足りないわ。24。サスティーンか。あ、ちゃんとキック踏むと、あの本物っぽくスネアのスナッピーが反応してる。さあってね、うん、あ、止められないんだね。あ、なんかプレイスタイル、あーなるほどね。キック踏むときにかかとを上げてるか、かかとを落としてるか。当然かかとを上げでしょう。フェルト、僕はあの実際ビーターは、プラスチックウッドとか、ちょっとあれはもうヘッドボコボコにしちゃうし音も硬すぎるんですけど、DW のすごく特殊なビーターを使っていて、真ん中が硬化プラスチックで、その周りが固めのすごい密度の濃いスポンジみたいなのに覆われていて、その踏む力のによってアタックを出したいのか低音を先に出したいのかみたいなのが自分で調整できる。で、すごい尊敬するドラマーの先輩から教えてもらったんですけど、人間の耳ってあの低音が遅く聞こえるんですよね。高音の方が早く耳に届くから。なんで、そのタム回しとかもこう低い方へ行くときにちょっとずつ微妙に走らせるらしいんですよ。そうするとライブとかで人の耳に行ったときにジャストでタムが回ってるように聞こえるみたいなのがあって、そのキックのビーターも低音成分を先に出すために、プラスチックの芯をちょっと下げて、先にスポンジが当たってそこから踏み込んでアタックで、プラスチックの部分がヘッドに直接当たるっていう風な設定にしてると、すごくいい感じのビーターで、まあ、それ使ってるんです。今ないんで、まあ、フェルトにしておきましょう。ちょっとプラスチックとか硬すぎるんでね。ちょっとこれでだいぶいい感じのセッティングになったんじゃないですか。同じ？
ちゃんとカップとちゃんと反応し分かってるんで素晴らしい。機械的な音なのかなと。シンセみたいにないところからドラムの音を作り出すっていう音源だと聞いていたんで、ちょっともっと機械的で全然ドラムと違えじゃんってなるのかなと思ったんですけど、セッティング自体もすごく面白い。あのインチを変えていったりとかっていうのもすごい面白いですし、なかなかね、あの思ってる以上に生っぽかったです。反応もすごくいいですね。うん、まあ、これはあの DAW の、レイテンシーの設定とかにももちろんよるんですけど、うん、強弱で部屋の鳴り方も、うん、ハットもね、かなりリアルに、かなりリアルに聞こえてるんで、すごい面白い。で、容量が確かそういうあのサンプルをインストールする系の一般的なドラム音源はどん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 そのリアルさを追求するので、とんでもないインストール容量に今なってたりするんですけど、これは確かなんか10ギガいかないぐらい、確かね、シンバルの音だけサンプリングで、それ以外は物理モデリングということなんで、最近のドラム音源の中ではインストール容量はかなり少ないかなと思います。で、あのメモリーにも優しいし、今ぐらい高速のロールとかしてもブチブチ音言ったりとか、今これバッファー128なんですよね、確か。そう、バッファー、あ、バッファー64だ、バッファー64で、音がブチブチ言わないからそんなに重くない感じですし、結構ね、面白い音源なんじゃないかなと思いました。はい、ということで、最後に、アンサンブルの中でどんな感じに混ざるのか、今ドラムの音だけで聴いてもらったんで、最後にアンサンブルで聴いた時に、混ざりとか結局曲の中で使える音なのかみたいなのを今作ったキットでちょっと試しにやってみるんですけど、最後そういう曲中で、お送りして今日の動画を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。クピでした。バイバイ。